はい、おはようございます。精神科医の増田祐介です。メンタルクリニック TV へようこそ。今日はですね、YouTube と診療というテーマで、どうして僕が YouTube を撮ってるのかについてですね、改めて説明しようかなと思います。で、どうしてこの動画を撮ろうかと思ったかというとですね、最近ドクターとか他のドクターとか、福祉の人とか、まあ他のね、専門家の人とかから YouTube 見てますよとか、 YouTube どうして撮ってるんですかとか、僕も YouTube 撮ろうかなと思ってるんですけどみたいな相談をですね、何件か受けることがあったんですね。で、どういうふうに説明したらいいのかっていうことをその場その場でパッと喋っちゃうんですけど、改めてやっぱりこういう思いでやってるってことをですね、一回動画にしてみようかなと思ったので、撮ることにしました。はい。でですね、まずですね、僕が、開業は2018年開業するんですけども、精神科医になって、でいろんな先生から教わって、いろんな病院で働かせていただく中で、臨床的な疑問というか、自分が社会にどういうふうに貢献したいのかというか、まあ課題ですよね、課題感があったわけですよ。つまりその診療している中で、なんとなく精神科医療がどうしてこうなんだっていう問題意識があってですね、それ何かというと、最新の5分は短いって話ですね。いや、何を今更って感じですけど、これ短いんですよ、診察時間が短いと。で、僕はおしゃべりだし、おしゃべり好きなので、やっぱ短いなと思ったんですね。でもそのやっぱり、まあ正確に言うと5分以上取るんですけど、そうしなければ医療経済が回らないというのもよくわかるんですよ。だからもっと時間を取りたいけれども、それだとうまく回らないので、いろんな結果がこれなんですよね。ドクターの数とか患者さんの数とか、なんかね、いろいろ医療費とかの結果がこうなってるんですけれど、まあ制度自体を変えるというよりは、その今ある制度の中でどうしたらこれが解決できるのかということですよね。を考えてですね、開業するときに、まあカウンセリングを1回3000円って形でですね、導入して、まあ診察時間は短いんだけれども、カウンセリングで補えるように。で、カウンセリング代は高いので、できるだけこう、価格を下げていけばいいんじゃないかということでですね、やってみようと思ったんですね。で、これね、結論から言うと失敗しました。で、いろんなことがあるので、まあ、話せる範囲で話しますけれど、結局マネジメントコストと釣り合わなかったんですよね。当初考えてたよりも全然そのマネジメントにかかるコストが高くて、やっぱりこれだと厳しかったですね、回らなかったんです。で、他のところで売り上げとかが上がればできるのかなとか思ったりしたんですけど、僕もその何年もアイデアを温めてやったんですけど、あっさり失敗しましたね。あっさり失敗したと。なので結局その、まあ、値段設定を、まあ、1回6000円に今上げてますし、連携施設ですね、だからカウンセラー、独立されたカウンセラーの人とかと連携することによってをしたりとかですね、で独立してる方がですね、なんか見入りが良かったりするんですよ、カウンセラーの人とかが、だから給与所得よりも個人事業主の方が人によっては良かったりするので、経費が使える分、まあそういう形で連携施設を増やしたりとか、あとはカウンセリングである必要があるのかっていうことですよね。そこを見直して、まあ海燕さんとかリバさんとかですね、今だとよく仲良くさせてもらってるのは、福祉関係でそのカウンセリング的なことができないかっていうことを、まあ、やってるって感じですね。それで補うっていう解決策を、まあやりました。だからまあ診察時間が短いっていうのはですね、常に僕も考えていて、増田は話聞かないだろうとか、お前はなって思ってる患者さんたくさんいらっしゃるかもしれないけれど、なかなかね、やっぱ難しいし、どうにかしてあげたいんだけどなかなかできないですね。話を僕は重視してるんだけれども、まあ、限界性を気づいてるって感じですね。じゃあ話聞いてくれるドクターいるだろうって話ですけど、これね、いることはいるんですよ。だけどはっきり言うとね、それは、まあ、はっきり言わなくてもいいんですけど、
それはその病院の方針だったり、その病院の建物賃料がかかんないとか、そのドクターだけがね、やってるとか、あとは入院施設もあるからそこでペイしてるとか、そもそも国の施設だったりして、売り上げをそんな気にしなくてもいいとか、まあ、いろんな条件があったりしますけれども、やっぱり普通に僕とかですね、普通の開業医、普通の民間病院とか、まあ、国のとこもそうですけど、やっぱりこう、なかなか経営的なことを考えると、やっぱり再診5分っていうのは、まあ、避けられないかなというふうには思っています。で、まあ、もちろんもっと伸ばしたりとかもしたりしますけどね。まあ、でもベースこれなんですよね。で、時々入院患者さんとかもいたりするので、入院患者さんになるケースの場合は、やっぱり調整とか病院と連携とか、入院するにあたって患者さんはそういう時って幻覚妄想状態だったりするので、そこの、家族とか同意とか、まあ、いろいろあるんですけれど、そうするとすごい時間がかかるんですよ、やっぱり。下手したら30分から1時間ぐらいかかったりするので、そうなると外来が破綻しちゃうので、まあ、ある程度余裕を持たないといけなかったりもするという事情があったりするんですね。まあ、これはまあ、いろいろの結果が5分だということです。はい。でですね、じゃあそういう外に外注しておけば、その再診っていうのは5分で済むのかっていうと、そういうわけではないので、やっぱりドクターじゃないといけないところってたくさんあるんですね。で、じゃあどうやったらその5分をもっと密にできるのかということを考えていったときに、診療っていうのはどういうものかっていうのを4つに分けたんですね。で、例えば事実を聞く、で、感情を聞く、事実を話す、で、感情を話すの、この4つの要素に分けて考えることができるなと思います。つまり事実って、客観的な事実については紙やウェブの問診票で代用ができるんですね。そうするとあらかじめ書いてもらったりすると、読むのは聞くより早いので、スピードが、ここは時間を短縮できます。で、そうすれば感情を聞く、主観的な要素を聞く時間を増やすことができますね。で、こちらから話さなきゃいけないことってあるわけですよ。病気はこういう病気ですって説明するとか、薬の説明とか。それらはまあ動画に、まあ、最初は紙で渡してたんですね。こういう紙で説明してたんで、紙に渡して説明したりしてたんです。で、発達障害の人とかは耳から聞く情報っていうのは苦手なので、渡して見ながら喋らないと理解しにくかったりもしてたので、紙で渡したんですね。だけど、紙で渡すと、みんなすぐ捨てちゃうし、読み直すことも少ないし、邪魔だったりするんですね。なので、僕はホームページに、その情報とかを、疾患の病気とかの説明を全部書くようにしたんですよ。だけど、今度は、文章が多すぎて見にくかったりとか、そもそも文字を読むのが結構、ね、鬱の人とか負担だったりしたので、やっぱり動画ですよね。動画が良かったので、もう動画に切り替えました。で、そうすれば僕も感情的なものを話す時間、話をやり取りする時間が増えたので、まあ、診療としては、診察時間はの5分っていうのはより充実することができるようになったなというふうに思ってます。これは自信を持ってできるようになったと言えますね。まあ、コメント欄の方が意外と喋れるって人もいたりするんですけど、まあ、それはまあ、またツイッターとかね、コメント欄の方が喋れるって人もいたりしますけど、でもまあ、一応そういうつもりでやってるということですね。で、誤解があってですね、お前 YouTube 見といてって言って終わりなんじゃないかと思われるかもしれないですけど、まあ、そんなことはなくて、実際YouTube をするようになってから診察時間って伸びてるんですよ。全体としての。で、なので、喋ることって結構増えてますね。で、最新のスパンっていうのも伸びているんですよ。だから、今までは毎週来てた人が2週に1回とか月に1回で済むようになったっていうのもあります。それはその空白に耐えやすくなったっていうのはやっぱあって、それはまあ良かったんじゃないかなという気はします。あとはですね、治療構造は崩れるのかっていうのは、まあ、医療関係の人はよくですね、思うことだったり、そこを危機感を持ったりすることはありますけれど、これについてはですね、つまり治療構造って何かっていうと、患者さんが過度に依存したりとか、ちょっと依存しすぎてストーカーのようになってしまうんじゃないかとか、まあ、そういうことですけれども、で、治療者のプライバシーを伝えすぎることで、
圧倒されないのかとか、それに飲み込まれてしまわないのかとか、ある意味増田がね洗脳してるんじゃないかとか、まあ、そういうことですけれど、治療構造が崩れるかっていうのは、それはね、これは別にない、あんまりないなっていうのが正直なんですね。正直に言うと、僕も YouTube そろそろ1年経ちますけれど、手探りでやってきたんですけれども、最初はその怯えつつやってたんですけれど、意外と問題ないなっていうのが僕の実感です。その意外とっていうのはどれぐらいですかって言われると、別にきちんとデータを取ったりとかしてないのであんまり伝えにくいんですけども、まあ意外と大丈夫だという感じですね。だから治療におけるその、若いドクター、まあ、若いドクターがその患者さんに対してすごく防衛的になってしまうんですけれども、でベテランになってくればその防衛は崩れるようにですね、意外と防衛っていうのはそんな必要ないってことは分かりますね。ただこれも地域や世代によるんじゃないかなと思います。ぶっちゃけ早稲田なので、早稲田って都心ですよね。都心なので、芸能人とかそんなに歩いてないですけど、そんなに芸能人歩いてないですけど、でもまあね、新宿も近いですし、芸能人慣れしてるような場所ですよね。だから別にそんななんかね、慣れてるのかなって気はしますね。で、世代間としてもうち若い患者さん多いので、やっぱり自分たち自身が YouTube 撮ったりとか TikTok とかで情報発信されてる方もたくさんいるので、まあ僕だけが目立ってるって感じはしないですね、実際は。なのでまあそんなに大丈夫かなっていう気はしてます。でもこれはうちだからそうだとも言えるので、よその地域だと、どうなのかっていうのはやっぱあるんじゃないかなという気はしますね。そこはちょっとね、僕も言えないですけどわからないんであれですけど、でも僕の地域では、僕の臨床ではそんなに問題になってないという感じですね。ただ変化ってとても早いと思いますね。だからまあなんだかんだ言ってですね、僕は早稲田の東京の都心の、しかも若い人を対象にしているので、まあ割と先端を行ってると思いますね。だけどその僕ぐらいの先端感っていうのはすぐ普及すると思います。だから5年後には YouTube は結構 YouTube っていうか動画で何かを発信するっていうのは もっと一般的になってんじゃないのかなと思いますね。この5年っていうのは結構適当です。ただですね、おそらくですね、 YouTube 各企業がTwitter アカウントを持つように、 YouTube アカウントでどんどん情報発信していくようになると思います。そして、その広報の人をもっとパーソナルなところを見せつつ、 YouTuber のように振る舞ってもらうということは全然あると思いますね。もうすぐ起きると思います。でそれが一般化した後に病院もそれを真似始めると思うので、そうすれば各大学病院とか各大きい病院とかは YouTube チャンネルを持つようになるんじゃないかなと思ってます。そうすると5年後は普通なのかなとか思ったりはしますけど、5年、もうちょっと早いかもしれないですね。だから今の大学生ぐらいの方はビデオでこう授業を受けたりとか、その授業を受けてる先生たちが YouTube チャンネルを持ってるっていうのが普通になっているところで今育っているので、彼らがまあ社会人になってちょっとその普通になる、普通にっていうか仕事ができるようになってきた時に、自分たちでこういう仕事をやりたいって発言できるようになった時には、YouTube やるようになると思うんで、それは5年後ぐらいなのかなとか勝手に思ってますけど、別にもっと早いかもしれない。もっと早いでしょうね、おそらく。もっと企業的にはもっと早くて、医療界として普通一般化するのは5年後かなとか思ったりはしてますね、はい。だから5年後には多分僕よりもっと優秀で、才能があって喋りも上手い人が僕と同じようなチャンネルをやって、もう簡単に抜いてるんじゃないかなって僕は思ってますけど、はい。だからまあそれまでの間ちょっと自分はね、 YouTube で場をつなぐと思ってますね、はい。とは言いつつ、まあ、負けたくないっていう思いもあって、まあ、実験や挑戦もしていますね。で、その前ですね、あともうちょっと誤解として、あなた誰に向けて YouTube 撮ってるのっていうのがあってですね、これはね、僕はそんなに誰っていうのは特定してなくて、一応ですね、臨床のためにやってるんですね。
一応これがメインなので、これのためにやってるんですね。で、基本的には今日その日に会った患者さんのと話している中でうまくやれなかったなとか、うまくこう伝えればよかったなとかいうことを、まあ、テーマに挙げて喋るようにしています。なので一人の人に向けて喋ってるんですね、この動画は。で、この動画ってこれまでの動画もそうですけど、一人の人に向けて喋ってる。この動画も実は一人のあるドクターに向けて喋ってるんですよ、これはね。恥ずかしいですけど、もしかしたら見てる人は、あ、俺かもしれんって思うかもしれないですけど、本当にそうなんです。一人の人に向けて喋ってる。でもこの一人の人に喋ってるってことが他の人にも役に立つってことは分かってるし、それが今の現代的なマーケティング理論としても正しかったりもするので、まあ、やってるって感じですね。はい、はい、で、実験や挑戦ですね。僕の挑戦はどういうことかですけれども、実験ですね、僕自身の身を使った実験ですけれども、僕の人生を使ったね、まあ、考えたりしてます。で、オンラインとの融合はどうなるんだろうっていうのはやっぱ面白いですね、興味があるんですよ。だからオンライン診療が始まった時に、僕の動画はどうリコメン、例えば YouTube を絡ませたリコメント機能とかが使わったらどうなるんだろうって思ってるんですね。だからこういう病気で悩んでるな、どういう、私はこの病気かもしれないって言って、ウェブ問診をした後に、このウェブ問診だったらおすすめの動画をこちらですって見た後に、あ、こういう感じなのか、じゃあ先生の診察受けてみようって受けた時に、あ、ちょっと違うね、こうこうこうだねって言って議論が深まって、じゃあこの動画を見といてってリコメンドがをまた見て、でそれでまた次の受診につながるとかやると、1回の受診ってすごいですよね、これと思うんですよ。例えばその僕の動画って1本10分ぐらいなんですけど、10分1本2本見て、あ、その後1本2本見たら、診察時間ってその最初僕と喋る時間は5分ちょっとだとしても、診察の時間はね、もう10分10分で25分とかもっと伸びたりするので、まあすごい密になりますよね、情報というか診療としては。うん、それはすごいと思いますね。本当にドラえもんの世界はそういうことになってるのかなと思って、これはしかもすぐですよ、そんなに5年後とか言わずにもっと早く起きるかもしれないので、そうなった時に臨床でどう変わっていくのだろうというのはすごく興味があります、僕の中で。で、あとですね、やっぱり連携やコラボで大きな病院になるんじゃない、大きな病院じゃないとできなかったことが、まあ、連携とかすることですごく 大きなことができるんじゃないかなとやっぱ思いますね、インターネットとかを使うと。だからやっぱり連携施設とかをやったりとか、福祉の人連とかと連携すると、なんか今までできなかったことがすごくできるようになってくるですよね。だから僕が自分で病院を建てたりとかしてスタッフを採用しなくても、僕がこういうことをやりたいっていうのは実現できたりするので、まあ連携やコラボをどんどんしていきたいなとは思ってます。で、そのためにはやっぱり YouTuber としてのレベルアップがやっぱ大事なのかなと思っていて、僕の名刺がやっぱ必要なので、で相手に動いてもらうためには、自分はこういう思いでこういうことやっててプレゼンもしていかなきゃいけないので、まあそのためにはまず YouTuber としてのレベルアップが大事かなと思います。で、やっていけばやっぱりアウトプットと学習ってすごくセットになってて、僕も毎日アウトプットしていくことですごく成長できるので、単純なチャンネル登録者数が増えるとか再生回数が増えるとかではなく、僕自身のその精神科医として、そしてプレゼン能力を上げていくっていうことで、ここですね、ここを目指せるんじゃないかなと思っています。で、多分医者 YouTuber どんどん増えていくと思いますし、ね、僕の動画を見て始める人多分いると思うんですよ、若い世代で。そして僕に才能があるやつがね、憎たらしいけれどいると思うんで、でもね、彼らと協力してやっていけたら素晴らしいなと思うので、それは患者さんにとって素晴らしいし、自分はね、もう開業医としてそれちゃんと食っていけるようになってるので、次の人の成功をね、まあ、支援するというか一緒に協力し合えたらなと思ってますので、やりたいと。そのためには僕自身もレベルアップ必要だなと思います。まあ、今の課題感としては、まあ、もうちょっと編集を入れたりとか、撮影する時間とか、それで編集を誰かに頼むだと お金のマネタイズの問題とかいろいろあるんですけれども、まあ、やりながら模索しつつ、いろいろ考えていこうかなとは思ってます。はい、
だからまあ再生数とか登録者数が増えたらお金も増えるので、まあ、編集がかけれるなと思ったりもするんですけど、まあないならないなりに今でも見てくれてる人もいますし、まあこれはこれでいいのかなとか思ったりはしてますけどね。なんかじゃあ挑戦しろよって気もしますけど、そういうこと言ったら、まあでもまあそういうことを考えながら今やってるっていうところですね。はい、もし興味があったらですね、DM いただいたら答えますし、同じようなね医療系の人で一緒にねやっていけたらいいなと思っておりますので、興味があったら DM ください。はい、以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て面白いと思ってくれた方は、グッドボタンおよびチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。